日本では、そう、流型潜水艦から X 舵を採用しています。これは単に、かっこよさから来ている技術ではないのです。今回は、この X 舵に注目して、話していきますね。技術がないと、X 舵って作れないのですよ。ほとんどの国が十字舵です。海上自衛隊の主力潜水艦は、X 字型の舵が特徴の双流型から、現在は同じ X 舵を引き継いだ太平型に進化を遂げているばかりでなく、先行時の動力源としてリチウムイオン蓄電池を採用したことなど、世界の通常動力型潜水艦をリードする最新技術が詰め込まれているのである。ここでは、それらの最新技術の中から、リチウムイオン蓄電池と、X 舵について紹介していく。双流型では、その動力として、ディーゼルエンジンタス、非待機依存推進 AIP であるスターリングエンジンタス電動機、鉛蓄電池が採用されていて、待機を必要としない。スターリングエンジンによって、通常型動力潜水艦としては長時間潜航が可能な潜水艦として期待された。しかし、スターリングエンジンは出力が小さく、それだけを稼働させた。場合の水中速力は4から5ノットと、太平洋戦争時の1号潜水艦並みの速力しか出せないため、水中では鉛蓄電池による電動機で推進させる。こととして、スターリングエンジンは鉛蓄電池への充電用などの補助動力装置として用いられていた。これによって、理論上は、原子力潜水艦と同様に永久的に潜航が可能となったのであるが、鉛蓄電池では充電効率が悪く、満充電までの時間がかかることや、狭い潜水艦内においてスターリングエンジンを搭載するためのスペースが必要となること、3つの機関を搭載することによる推進システムの複雑化などの欠点も生じており、そのため、11番艦、桜竜と12番艦、桃竜、そして、太平型では、それまで搭載されていた。ディーゼルエンジンタス電動機、リチウムイオン蓄電池に、変更されたのである。リチウムイオン蓄電池は、同じ体積の鉛蓄電池の2倍の蓄電量があり、より短時間で満充電に達する利点のほか、高出力を長時間維持できて、放充電回数が 1.5 倍などと、鉛蓄電池を大きく上回る性能があるため、スターリングエンジンを廃止することが可能となって、艦内スペースの確保と推進システムの複雑さを解消したのである。なお、通常動力型潜水艦の潜航時、動力となる電動機用に、リチウムイオン蓄電池を採用したのは、日本が世界に先駆けて初めという、画期的なことであり、2021年半ばの現在でも、他に類を見ない。そして、今や、日本の潜水艦の代名詞と言っても過言でな X 字型の舵であるが、従来の十字舵では、艦を回答させるためにある上下2枚の銃舵とも呼ばれる垂直舵と、姿勢を制御する左右2枚の王舵と呼ばれる水平舵を組み合わせていたものを、
艦隊に対して45度の角度で装着された4枚の火事すべてに回答と姿勢制御の役割を持たせたものである。水上艦艇と違い、海中では上下左右の三次元な軌道を要求される。潜水艦においてはこれまでの銃だと横で十分コントロールが可能であるにもかかわらず、あえて X 火事を採用したのにはいくつかの大きなメリットがあるためだ。一つにはダメージコントロール上の利点で、十字火事では銃だと王だが、2枚一組として作動しているため、もし1枚が破損した場合にその効力が半減することになるが、4枚がそれぞれ上下左右の動きを制御する。 X 火事であれば1枚が破損しても4分の1の減少で済む。また通常動力型潜水艦の場合は任務上で海底に着座して潜むことが多く、その際に十字型火事では下向きの火事を破損しやすく、また岸壁などに接舷のする際には左右の殴打が接触して破損しやすいのであるが、 X 火事であればその損傷リスクは明らかに低くなる。さらに X 火事の場合は十字型より1枚の火事の面積を大きくできるため、機動性の向上が期待できるとされている。十字型火事では海底への着座時や接するなどで火事は破損するリスクがあることは述べてきた通りで、火事は艦隊の寸法からはみ出さない大きさに設計されているのであるが、 X 火事では艦隊の縦横の寸法より理論的には 1.4 倍長くすることができて、そのために火事1枚の面積を大きくすることができるのである。それゆえに双竜型は全幅が20センチメートルほどしか違わない。親潮型と比べて水中旋回性が 30% 向上しているほか、緊急浮上時の角度も 15% ほど大きくなっていて、より小回りが効いてより早く浮上できるとされている。しかし、X 火事にはデメリットも考えられ、十字火事なら、銃だと殴打を動かすには、2本の油圧シリンダーがあれば良いところを、X 火事では、4枚の火事に、各1本ずつ、4本の油圧シリンダーが必要となるため、構造が複雑になるのだ。ただ、もし、1本の油圧シリンダーに故障や損傷があった場合、十字火事では銃だか殴打のどちらかが航行不能となってしまうが、 X 火事では残りの3つ火事で航行の継続が可能であることはむしろメリットと言えるだろう。このように潜水艦においてはメリットが大きい X 火事なのだが、これまでなぜ普及してこなかったかということには理由がある。それは4枚の火事を制御することが人力では難しかったことにある。現在のようにコンピューターが発展する以前の時代の潜水艦では、銃だと殴打でそれぞれを2名の操舵手が操作をしていた。海上自衛隊でも親潮型で操舵がコンピューター制御され、一人で操作ができるようになったものの、十字火事の制御が精一杯だったのであるが、双竜型ではより高性能なコンピューターを搭載することで4枚の火事の一括制御が可能となり、操舵手はそれまでのハンドル式ダリンから
ゲーム機のようなジョイスティック操作に変わり、細かい操作ができるようになったのである。現在は、ヨーロッパでも、X カジノ潜水艦が主流になりつつあって、フランス海軍のシュフラン級原子力潜水艦や、ドイツ海軍の現役潜水艦である212A型に、スウェーデン海軍のメステルイエトランド級や、ゴトランド級、開発中の A26 潜水艦などにも採用されている。ちなみに、ここに名前が挙がった潜水艦は、オーストラリア海軍の次期潜水艦候補とされていたものばかりで、この中からフランスのシュフラン級原子力潜水艦の原子炉を通常動力に乗せ替えたアタック級潜水艦が採用となっているのであるが、導入が計画通り進んでおらず、計画がキャンセルされるとの噂が出ている。そもそも、オーストラリアでは、前大統領が、アメリカのバックアップもあって、性能が優れている、双流型の採用が有力視されていたのだが、現大統領が、経済対策のため、オーストラリア国内での建造を主張し、日本が、それに難色を示したことと、オーストラリアによる、中国への忖度から、フランスが採用され、ご破産となった経緯がある。仮に、オーストラリアの次期潜水艦導入計画がキャンセルされたとしても、日本が、オーストラリア国内建造に、情報漏洩を理由に、難色を示す限りは、オーストラリアと中国の関係が、最近ぎくしゃくしているとはいえ、経済的結びつきの強さから、忖度があると考えられ、双流型が採用される可能性は低いだろう。それはさておき、最近では日本政府から南シナ海での海上自衛隊潜水艦が15年以上前から活動していたと発表されて中国を牽制したことがあり、中国側の反応から中国軍が親潮型ですら探知できていない事実を裏付けるものだとされている。世界最優秀の呼び声が高い双流型が高性能であるのは、前級の親潮型潜水艦が15年以上も中国軍に探知されることがなかったことからも間違いないであろう。